東京オリンピックは福島原発事故、その核災害を忘れさせる。であろうことか、復興五輪と銘打ってるわけですね。現実は復興妨害五輪以外の何者でもあります。そして復興妨害どころか、新たな災害を作り出そうとしてるわけです。IOC 総会で安倍が、汚染水問題についてはアンダーコントロールであるというふうに言って、それで東京招致が決まったわけですけれども、その2週間後にの、9月20日に、安倍は、徳島第一原発に視察に入っています。そして自分で直接汚染水対策を、早く片付けろというふうに指示をしています。でそのことはですね、具体的に現場の労働者の声の中でも非常にそれから、急げという圧力がきつくなったというふうに、何人もの労働者が私たちに訴えています。東京オリンピックというのはもう理念も理想も、ない。あるのは国際的な規模のスポーツエンターテインメントでしかない。排除の祭典オリンピック、復興嘘だよオリンピック、復興嘘だよオリンピック、復興嘘だよオリンピック、登録者追い出しオリンピック、登録者追い出しオリンピック、世界を奪うなオリンピック、世界を奪うなオリンピック、居場所を奪うなオリンピック、居場所を奪うなオリンピック、ワイドに裏金オリンピック、ワイドに裏金オリンピック、嘘つくバラけないオリンピック、進みなさい、警告してるから、警告してるから前進みなさい、前進みなさい、よろしくお願いします。駅前からずっとこうやって厳重警備でデモの邪魔をしました。オリンピックにやめろの声を上げれば、なぜ逮捕されなきゃいけないのか、私たちは不当逮捕に抗議します。そうだ、仲間を返せ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 、東京オリンピックは今すぐ返上しろ、カンプリート詰めの明治公園、この場所、霞ヶ丘コートは10棟中3棟が残されています。なぜか、それは3棟にはまだ人が住んでいるからです。3棟には、それぞれ1世帯ずつ合計3世帯がまだ暮らしています。霞ヶ丘コートで暮らしている皆さん、頑張ってください、頑張ってください、頑張ってください、応援してるぞ。五輪ファーストイランピック、五輪ファーストイランピック。小池都知事になって初めてのデモだったんですけど、あ、オリンピックってこういう感じがますます強まっていくなというふうにのかなというふうに実感しました。デモの警備だけでも本当に迷惑な話なんですけれども、さらに公安が取り囲むというような、本当にあれ自体がいかに不自由な中で、でもしかもオリンピックやめろの声上げづらくなっているかというのが、本当に他の沿道で見ている方にも分かっていただけたんじゃないかと思います。やっぱり勝手にもう招致も決めて東京に呼んでしまったという経緯があります。東京では住民投票も一回も行われていませんし、選挙で争点になったこともないと思います。で、反対派の声を聞かれたことすらない状態で開催が決まってしまいました。そういう意味ではなすすべなくこうやってオリンピック準備が巨額の予算をかけて行われ、どんどん進んでいることっていうのは本当に災害という名前にふさわしいなというふうに考えています。仮設住宅で今も暮らしておられる方もいれば、避難生活を強いられている方もいる、こういう方たちがまだ、非常にたくさんいらっしゃる中で、復興ではなくですね、
オリンピックによる東京の再開発に膨大な資金、労働力、資材をつぎ込もうとしていると。これは復興五輪と目打たれてますけれども、本当は復興妨害五輪なんですね。オリンピックに反対する理由は今日の集会の中でもいろんな角度から述べられているんですけれども、そうした多様な意見を持った人たちが一緒に運動できるよう、一緒に関われるような社会運動として、これから3年半、取り組んでいきたいと思いますので、お話を聞いてくださっている方々も、ぜひ参加していただきたいと思います。